はい、こんにちは。動画を見ていただきましてありがとうございます。北海道十勝のお土産買ってきていただいたんで食べてみたいと思います。これは帯広空港の豚丼です。これ早速開けてみて、このようになっています。豚肉がいっぱい、豚丼田村というふうに書いてあって、十勝帯広空港カフェ&レストランのお弁当です。じゃあ早速ちょっといただいてみたいと思います。熱いお肉がいっぱい入ってます。豚肉です。じゃあこれいただきます。うん、柔らかい、すごい美味しい。じゃあご飯もいただきます。うん、美味しい美味しい。生姜もあって、醤油ベースの甘い味付けされた豚肉が本当に美味しいです。うん、すごいうまい。でご飯に最高になります。フライパンとかじゃなくて網で焼いたような肉、お肉だと思うので、すごい香ばしく、香ばしさが伝わってきます。ものすごい美味しい豚丼です。十勝帯広の豚丼です。じゃあこのまま食べ続けたいと思います。どうもありがとうございました。うん、うまっ。